山田裕うくんの話、行きたいと思います。はい。えー、っと、皆さん、美おっぱいっていうコンテストがあるんですよ。なんか、おっぱいが綺麗な女の子を決めるコンテストみたいなのがあって、それで特別賞を取った眉って女の子がいるんですよ。で、その子と僕すごい仲良くて、で、その眉から連絡が来て、東さんどうしても山田裕うくんに会いたい。紹介してほしいって言われたんですよ。 で、眉のそのプロフィールを送って、結キに、あの、この子が、どうしても結キと連絡先交換したいって言ってんねんけど、LINE とか繋げてもいいって聞いたら、結キが、大丈夫な子ですかって来たから、いや、もちろん大丈夫やで、ね。変な子じゃないし、と。で、ほんまに結キのこと大好きらしいよって言ったら、あ、じゃあ繋げてくださいって言うから、俺は LINE 繋げました。で、繋げたら、眉から、眉に俺は連絡して、あ、結キが OK でだから、これ結キの LINE ねって教えたんですよ。じゃあもう本人めちゃめちゃ喜んで、もうほんま大好きやから、みたいな話になって、 じゃあ、あとはもう二人でやってよって俺は任したんですよ。じゃあ、たまたままゆとお茶する機会があって、まゆともう一人の女の子と僕と三人お茶するきに、その勇気の話になったんですよ。いや、どうなんとうまいことやってんのって言ったら、まあ、もうもちろん、その体の関係にはなってると。で、勇気くんちにも行く、行く関係になったと。え、付き合ってんのって言ったら、いや、付き合ってはない。うん、でも、その体の関係性があって、私は別に付き合いたいわけじゃなかったから、全然この関係性でいいみたいな話になったんですけど、まあ、その後ね、なんか勇気が、 スピリチュアルにめっちゃハマってる子らしいんですよ。医師とかね。なんかいろんなものを持ってて。で、それ次第では、そのスピリチュアルとあとなんか一人占い師みたいな人がついてるらしくて、その人が言ったことをすごい真剣に受け止めるらしくて、それを言われると、じゃあご飯食べに行こうって言ってても行かないとか、今日はエッチしちゃダメだとか、その人の一言でいろいろ変わるらしいんですよ。 で、それに対して、眉がちょっと嫌気をさせてきて、実はそれがちょっとしんどいから、もういいかなと思ってるみたいな話を相談した時に、あ、そんなタイプなんや、勇気。意外とそういうのをすごい信じる子らしく。で、眉はそれが嫌で、今はもう多分離れてると思います。